皆さん、明けましておめでとうございます。エンジョイローズガーデンちっちゃいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年はですね、こちら芝を引きました。人工芝です。まだ途中なんですけれどね、こちらの奥だけレンガですね、奥だけレンガを外して昨夜大晦日に引き換えました。はい、この続きを今日元旦はやっていこうと思います。今日は、12月31日です。ね、師走だというのにね、このように人工芝を引いています。こんな感じでね、レンガを動かして、はい、人工芝を引っ張ってますよ。よいしょ。自分を励ましながらやっています。人工芝はね、いて少しでもこう無機質なこの、コンクリートをなんとかしたいと思ってやっております。頑張ります。もう人工芝も芝生があってこう、ね、反対にしてたんですよね。こっちはね、この方向を履かないといけない坂ですからね、反対にして今ひっくり返し直したところです。ここに芝生があるんですよね。皆さんもお引き直し気をつけてくださいね。はい、ということでこんな風にしております。はい、こっちはね、玄関前はね、当て袋落ちてる、引いてるんですけれど、年末までにと思って残してました。本当に年末になってしまいました。はい、人工芝引くの頑張ります。もう大晦日の6時近くなりました。レンガをね、引いてきました。そしてこちらをね、切ろうと思います。切るのはね、この専用のハサミがあるんです。ちょっとね、こう直角になってるから切りやすいんです。ここをこうチョキ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 っと切っていこうと思います。はい、できるかな今年中に。うん、大変。はい、こちらね、誘引今仕掛けてますね。こちらのグラハム・トーマスですね。そしてこちらのピエール・ド・ロンサー、これらのアーチにね、全部、取り付けていこうと思います。そして、あ、そう、紹介し忘れました。で、私の友達が作ってくれました。これなんていうんですかね、ペイントアートですかね。とこちらは、グラハム・トーマスを、イメージして描いてくれました。ありがたいですね。ぐるっと回ってね、はい、お帰りの時はこっちを見てお帰りいただくということで、もうね、もうない子なんですけど、こちらのレイニーブルーを、イメージして描いてくれました。はい、こちらね、モフラかな、可愛いですよね。とても上手にね、友達 Thank you です。こんな感じで、バラはね、ないですけれど、これからしっかり誘引して春の
挙式を作っていこうと思います。こちらはちょっとこんな感じでね、花壇を作ったんですけれど、こちらですね、ちょっとねこれ納得してないんです。これちょっとね仕方なく作ったっていう感じです。こんなに大きいねボタンがねちょっとね大きかったですね。ちょっと納得していない寄せ植えです。はい、そしてこちらね冬咲きクレマチスですね。これね本が3つつくんですよ、ね、面白いですよね。冬咲きクレマチス難しいんですよねこの名前がね。アンスンエンシスです。アンスンエンシスですね。はい、こちらは大阪の京阪園芸さんに行って買ってきた、クレマチスです。そしてねもう一つ向こうにね、もうこういうふうにね絡んでますけどね、こちらも、秋に購入しました。こちらは常緑樹のシルホサです。はい、こちらもねお花がね、ついてたんです。シルホサちゃんと下の方にねお花がついています。こちらボタンの寄せ植えです。ボタンの寄せ植えね実はこれボタンだけ買ったんですよね。そしてこちらの白大菊、これ根っこがないんですよね。ここにねズコッと刺しただけで、多分これ1ヶ月ぐらいズコッとこう刺しただけで発根してるのかな。ピンピンしてますからね多分発根してると思います。実はね塩大陸ねこちらにあるんです。こちらにねある子なんですよね。塩大陸こちらの子をねチョキチョキと切って持ってきております。綺麗ですよね塩大陸の白ってとっても綺麗だと思います。こちらのね綺麗なところだけそこにね刺すんですよね。とっても大きくなるんで少し間引いてあげなければならないんでそうしてます。